マイシティ土浦は、土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組です。それでは初めに、写真や動画でニュースをお送りするフラッシュニュースのコーナーです。今回は土浦市障害者障害児スポーツ大会の話題をお送りします。6月18日日曜日に、霞ヶ浦文化体育会館にて土浦市障害者障害児スポーツ大会が開催されました。この大会は、障害を持った方々がスポーツを通して体力の維持向上を図るとともに、地域社会との交流を深めることを目的に開催され、今回で53回目を数えました。今年は市内の11団体や個人の57名の選手が参加し、保護者やボランティアなどの関係者を含め総勢296名が集まりました。障害のある方々がスポーツを通じて体力の維持向上を図り、地域社会との交流を促進するために開催しております。本日はボーイスカウトや企業学生ボランティアの皆さんにもたくさんご参加いただいており、貴重な交流の機会となっております。今回は令和元年以来4年ぶりの開催です。参加者の皆さんのスポーツへの熱意を感じました。たくさんの人が同じ場所で一緒に体を動かして笑顔になれる、この久しぶりの経験を楽しんでいることと思います。競技種目は全部で10種目で、障害ごとに出場種目が分けられています。競技に参加した皆さんは、お互いに声を掛け合ったり、ボランティアの方々の助けを借りたりしながら、4年ぶりの大会を楽しんでいました。4年ぶりの開催とあって、大いに盛り上がりましたね。参加した皆さんの楽しそうな姿が印象的でした。続いて、お知らせマイシティのコーナーです。今回は、コロナ・物価高騰に負けない土浦へ、プレミアム付き商品券販売、土浦マース実証実験、第24回土浦滝技能、国道354号土浦バイパスが全線4車線開通、都市計画マスタープラン見直しに伴う住民意見交換会、学祭土浦2023についてお知らせします。はじめに、コロナ・物価高騰に負けない土浦へ、プレミアム付き商品券販売についてお知らせします。5000円で1万円分の商品券を、市内23カ所の郵便局とイオンモール土浦にて販売します。販売日時はご覧の通りです。使用期限は令和6年1月31日水曜日までで、商品券の内訳はご覧の通りです。使用できる店舗など、詳しくは商品券購入時に配布するパンフレット、または土浦商工会議所ホームページをご覧ください。郵送された購入引換券を持って、販売場所で商品券を購入してください。なお、商品券は先着販売ではありません。全世帯分を用意していますので、
余裕を持ってお買い求めください。販売場所の混雑を避けるため、購入引換券は7月26日水曜日から2週間程度かけて市内全世帯に順次発送します。詳しくは土浦商工会議所または商工観光課までお問い合わせください。次は土浦マース実証実験についてお知らせします。大津の神立駅西口周辺地区でグリーンスローモビリティや AI デマンドバスを運行します。グリーンスローモビリティは時速 20km 未満で走る電気自動車を活用した環境に優しい近距離移動サービスです。令和6年2月29日木曜日まで実証運行します。AI デマンドバスは時刻表や決まった運行経路がない乗り合い型小型バスです。AI の活用により運行エリア内において利用者の希望に応じ効率的なルートを決定し走行します。10月2日月曜日から令和6年2月29日木曜日まで実証運行します。なお、実証運行中は無料で乗車できますので、ぜひご利用ください。利用方法や運行状況など、詳しくは土浦マース推進協議会のホームページをご覧になるか、交通政策室までお問い合わせください。続いて、第24回土浦多機技能についてお知らせします。10月3日火曜日の午後6時30分から土浦城址本丸内にて開催します。小学生以上が対象で料金はご覧の通りです。チケットは7月25日火曜日の午前9時からクラフトシビックホール土浦文化振興課騎乗プラザで販売します。演目は能の野森と狂言の海荷内です。観世鉄之丞氏や人間国宝の野村万作氏、野村万斎氏が出演します。詳しくは文化振興課内の土浦多機技能クラブまでお問い合わせください。続いて国道354号土浦バイパスが全線4車線開通についてお知らせします。県により4車線化が進められてきた国道354号土浦バイパスが7月25日火曜日の午後2時に全線4車線で開通します。全線4車線開通により木だまり湖線橋周辺の渋滞緩和や緊急輸送道路として救急病院である土浦共同病院への移動時間の短縮が期待されます。詳しくは道路建設課までお問い合わせください。続いて都市計画マスタープランの見直しに伴う住民意見交換会についてお知らせします。計画の方針などを説明し市民の皆さんの意見を計画に反映させるため意見交換会を開催します。市からは都市計画マスタープラン担当職員が出席します。日時・場所はご覧の通りです。市内在住・在勤・在学の方が対象です。事前申し込みは不要ですので当日会場へお越しください。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。最後は学祭土浦2023についてお知らせします。きらら祭りの開催期間中に地元の高校生たち合同の文化祭学祭土浦を開催します。7月29日土曜日から8月6日日曜日まで土浦市民ギャラリーにて見せます各校のアートな作品学校紹介と題して
各校の生徒が作成した美術、ジオラマなどの作品、各校の紹介物品を展示します。8月5日土曜日の午後1時から5時30分まで、うらら大屋根広場にて、学校自慢ステージパフォーマンスと題して、各学校の PR と部活動の演技披露などを行います。詳しくはシティプロモーション室までお問い合わせください。続いてはウォッチング土浦です。今回は姉妹都市交流パロアルト市中学生受け入れ授業をお送りします。アメリカパロアルト市の中学生10名と土浦市でホームステイ先となった市内の中学生とその家族が土浦市の安藤市長のもとを訪れました。土浦市の姉妹都市であるパロアルト市とは平成5年に行われた旧新張村でのホームステイをきっかけに両市の中学生の交換交流が始まり、その後およそ30年にわたり多くの中学生が交流を続けてきました。新型コロナウイルス感染症流行下ではインターネットでの交流を行っていましたが、今年は4年ぶりにホームステイを再開しました。今回はホストファミリーに選んでいただきありがとうございました。残りの期間もバディーとたくさん思い出を作っていきたいと思います。パロアルト市の中学生たちは6月14日水曜日から18日日曜日までの5日間市内の家庭にホームステイをし、地元中学校を訪問するなど交流を深めました。こうして対面で直接お話しして交流ができるということで、例えば表情ですとかジェスチャーですとか言葉だけではない、そういうことも互いに感じることができて、子どもたちの異文化理解がより深まるのではないかと思います。I went to a meditation area. It was really, really like eye-opening. I felt like it was very, very nice. 文化の違いで、あとお風呂に入るときに栓を抜いてしまって、お湯がなくなってしまうということがあって、それは伝えないといけないので難しいなと思いました。今年の3月は、派遣できなかったんですが、今年度ですね、来年の3月こそはもうぜひ派遣したいと思っています。土浦市の生徒を派遣することで国際感覚を養って多文化共生に開かれた人材を育成する、もう本当に良い機会となると期待しております。最後に献血ご協力のお願いです。ご覧の日時、会場で実施しますので、ぜひご協力ください。マイシティ土浦、いかがでしたか？これからも市民の皆さんに役立つ情報を盛りだくさんでお送りします。次回は8月1日が更新日となりますので、ぜひご覧ください。今回は市民アナウンサースプライがお送りしました。